伊勢湾台風の災害を受けてからすでに5ヶ月。あまりにも深く大きかった台風の傷口は、多くの人たちの努力と理解によって順調な復興を示しています。一面荒れ野と化した被災田畑の復興も軌道に乗り、2月5日には名古屋南部浜方面を潤す水を引くため、冬場に水を流すのは300年来初めてという用水路の水門が次々と開けられました。淡水を高地に流し込むお百姓さんたちは、これで塩分が取り除かれ、今年の苗の植え付けも大丈夫できると安心した表情です。一方、苗代の仕立てが不能になった地域の人々は、海水に荒らされなかった田んぼを選んで苗代の準備に励み、時ならぬ農繁期を迎えています。渥美地方の温室も見事に復旧し、今美しい花盛り。手入れする娘さんたちも明るい表情です。蒲郡竹島の復旧工事も着々と進められています。堤防の復興工事は災害のその日からスタートを切り、休むいとまもなく続けられ、仮堤防の補強も終わって、いよいよ改良復興を目指して工事が開始されました。仮締め切りが最後に行われた海女南部の海岸地帯では、今本工事の基礎固め作業が突貫工事で、息吹下ろし2月の寒風吹きすさぶ中で着々と進められています。名古屋港の整備も急ピッチで進み、海岸部一帯をはじめ全県下にわたって復興の息がみなぎっています。